皆さんこんばんは。今日からね、一人で動画を撮っていくのもちょっと慣れていかないといけないということでカメラを回してみました。で今ねパックしてるんだけど、このパックね、これすごいおすすめ。めっちゃ量とかも入ってるし、ぬるぬるとかしないからね、浸透してくれるからすごいいい感じ。まあ明日ファッションショーなんやけど、この間フィッティング行ったのよね。そのフィッティングの時にファッションショーの洋服を自分の洋服から上着てもいいよって言われて来たのよね。でそれがスカートやったんやけど、結構長いスカートでね、ズボンの上に履いたんやけど、なんかねそこにすっごいイケメンなお兄さんがいて、スカートからズボンがちょっとはみ出てたから、お兄さんがねしゃがんでそのズボンの裾を直してくれてて、その時に思い出したの。あ、やば、おけけ剃ってなかったわって。結構ねいい感じに灰散らかしてるような状態だったから、あーもう最悪やと思って、まあ、自分でもう直しようにもう直せないっていうか、もうじゃあイケメンなお兄さんやったからショックです。またね明日ファッションショーの時にそのイケメンのお兄さんがいたら、ちょっと今日は足を剃ってきたから今日はちゃんとしてるんやっていうのを見ていただければと思う。まあもう一回見ちゃったからね、生えてるところ。もうどうしようもないや、恥ずかしいけど申し訳ない。じゃあ明日から仕事のね、一日密着っていうことで頑張っていきましょう。はい、皆様おはようございます。うちはね朝がすごい苦手で、目覚ましをね5分おきに何個もかけてしまうタイプです。何回も鳴って徐々に体を起こしていく魂胆でございます。何回もこうやってなるんですけど、これ編集でねこう2回ぐらいしかなってないけど、実際はね10回ぐらいなってると思いますねえ、だるそうにこうやって起きるんですけど、なんかね朝シャワーとか浴びたら結構すっきり起きれるって言われるけど、朝ねあんまりお風呂入らないんですよね。髪の毛洗いたくなくてなんか朝お風呂に入るとねなんかハゲるっていうのを聞いたことあって、それでね前日の夜にお風呂入って朝はあんまり入らないようにしてます。はい、トイレピピしに来ました。ピピします。ピピ、あ、結構早いね結構早くピピ終わりました。で、顔を洗いに来ました。これね、左側のほっぺにねお星様がついております。これは生理前でちょっと肌荒れしてます、気にしないでください。で、顔洗った後にパックを軽くペチョーってつけて、朝はね、紅茶と今日はシナモンロールを頬張っていきたいと思います。まずはね水を沸かして、はい鍋で水を温めます。鍋で温めた方が結構お湯が熱くなる感じがするんですよ私は。でちょっと朝はうちの可愛い草ちゃんにお水をピシュピシュして、いや全然顔が見えてない全然見えてない。で、パパとね、ベッドメイキングをして仕事場に出かけていきたいと思います。じゃあ行ってきます。着いたー、着きました。じゃあとりあえず現場まで歩いていきたいと思います。頑張ります。現場到着です。
なんかちゃん、おらゆさんのそれ誰かって分かんないと思います。大丈夫かな、ちゃんと開けるかな。時間がやってきました。まあ最後まで失敗しないようにやっていきたいと思います。頑張っていきます。ラストスパート頑張ろう。私のあの一日です。皆様お疲れ様でした。ありがとうございます。